盐田千春战斗的灵魂由日本东京森美术馆馆长片冈真实策划，是国际知名艺术家盐田千春创作生涯至今最大型且全面性的展览，目前在台北市立美术馆展出。台北市长柯文哲也应邀前来致辞，表示台湾防疫工作有成，在许多人的努力之下，展览顺利如期举行，让大家不用飞到日本，就可以在台北看到2019年日本最受欢迎的展览。台湾では今回初めての展覧会だったので、来るのも初めてだったので、すごく楽しみにしてました。森美術館での展覧会の巡回展なんですけども、こう巡回展本当は間にインドネシアもあって、オーストラリアもあったんですけど、コロナの関係でこう延期になってしまった。でそれで台湾って。巡回展がもうちょっと後だったんですけども、コロナの対策がすごいよくできてるんで、巡回展がすごいの予定通りにできたことは本当に嬉しくて、招聘してもらってすごい感謝しかないです。展览展出盐田千春最为人所知用无数细线缠绕空间或物件的大型装置艺术，企图牵引观者穿越无以名状的杂念思绪，在他织罗出的维度中展开身心灵的旅程。然而在2017年左手展览首展时得知癌症复发，也让他更加关注灵魂与身体生与死的命题。普段展览会に追われていると、その展覧会が終わって次の展覧会ってやっていると、こう自分が死ぬことっていつか忘れていたんですね。でもそのこの魂が触れる展覧会が入った次の日に、私が癌になったことを知って、で自分の命の限りがあったんだと思って、で普段もその死について考えることは多かったんですけども、よりこう自分の肉体がなくなった時に、私の思想とか、気持ちと感情とかどこに行ってしまうんだろうっていうのをより考えることになったし、こう死と寄り添いながら作った展覧会っていうのは、これがなんて初めてぐらいで、でよりなんか死が近づけば近づくほど、より生きたいって思う、生きていきたい、この展覧会を絶対成功させたいっていう方に向かって、これ頑張れたっていうのはありますね。盐田千春战斗的灵魂自即日起到8月29号在台北市立美术馆展出。北美馆特别规划数场为不同年龄设计的创作工作坊，欢迎民众锁定北美馆官网查询。记者林习惠台北报道。